当に必要ないのよね。こんなにたくさんの服。そして彼女はまだ買ったばかりのコートとワンピースを返品できないだろうかと行きつけのブティックに訪ねた。どうもすいませんでした。またよろしくお願いいたします。服を返したことで少し体が軽くなったような気がした。でも信号を待っている間、彼女はずっと今返したばかりのコートとワンピースのことを考えていた。それがどんな色をしてどんな形をしていたか、どんな手触りだったか。